イタリアの印象派マッキアイオーリの作品を集めた絵画展が東京都庭園美術館で今日から始まりました。マッキアイオーリは19世紀中盤のイタリアで、若い画家たちがマッキアと呼ばれる斑点を用いた斬新な画法でトスカーナの風景や歴史的事件などを生き生きと描いたものです。そのユニークな活動は美術史上でも重要な試みとして近年再評価の機運が高まっているということです。会場ではマッキアイオーリを代表するシニョーリやファットーリ、レイガなど20人の画家たちの作品を紹介していて、日本初公開のものもあります。この特別展は3月14日まで開かれています。